皆さんこんにちは、ブランドウシーパティシエ清水です。今回はバスクチーズケーキを作っていきます。2016年に開発し、今では全国のお店でご好評いただいております。レシピだけでは分かりにくいポイントなども合わせてお伝えさせていただきます。では材料の説明をしていきます。クリームチーズ 400g、 グラニュー糖 160g、 卵 160g、 生クリーム 47% 200g、 薄力粉 8g、 コーンスターチ 4g、 レモン汁 4g です。こちらの材料で 15cm 1台分を作っていきたいと思います。まずは型を準備します。こちらの 15cm の型にクッキングシートをこのぐらいのサイズにカットしてもらって、くしゃくしゃに丸めます。一度くしゃくしゃにした方が型に塗りやすいので、くしゃくしゃにします。でこちらを中に入れて、この帯を作っていきます。見えてますかねこれを一周していきます。この帯がある方がスペインのバスクのあのバーっぽい雰囲気のチーズケーキに仕上がります。この折り込みが深いと生地が中に入って冷凍から出した時に取れにくくなるので、結構浅めに帯を作っていってください。はい、こんな感じです。ちょっと粗い感じで大丈夫です。次に粉を振っていきます。薄力粉とコーンスターチを合わせたものをこちらの種類にかけます。すべての材料を準備できたらオーブンの予熱を始めてください。それでは始めていきます。常温に戻しておいたクリームチーズとグラニュー糖をボウルに入れて滑らかになるまで混ぜていきます。はい、こちらクリームチーズ混ぜ終わりました。このくらい滑らかになったら次卵を1個ずつ入れていきます。一気に入れてしまうとダマが大きくなってしまうので、一つずつ入れていってください。ちっちゃいダマは最後発生するのであまり気にせず混ぜていきます。混ぜてる時に結構揺れるので、下に濡れた布巾があると便利です。このぐらい混ぜ終わったら次2個目いきます。お店でやっている時はミキサーを使っているので手で混ぜることはあんまりないのですが、結構大変な作業になるので皆さん頑張ってください。2個目からはすぐに滑らかな状態になるのでポンポンと進めることができます。はい、3つ入れ終わったら次粉を入れていきます。先ほどふるっておいたものをこちらですね、もう一気に入れちゃってください。こちらも粉気がなくなるまで混ぜて、もうこれで OK です。その次にこちらの
47% の生クリームを入れていきます。こちら乳脂肪が高いので混ぜすぎると生地を焼いた時に爆発してしまう原因になるので、あんまり混ぜすぎないようにしてください。35% や47% 以下のクリームチーズじゃない生クリームでも作れるので、もし 47% がない場合はそれ以下のものでも大丈夫です。でこのぐらいですね、混ざったらレモン汁を入れていきます。こちらレモン汁入れたらすぐ混ぜて、ゆっくり混ぜるとタンパク質が固まってダマになるので、こちらもさっくりと混ぜて、次はこしていきます。出来上がりがこの状態です。滑らかでちょっとシャバシャバーとしてる状態ですね。じゃあ次、ご家庭のだとお野菜とかを切るときに使ってるあの網で大丈夫です。こちらに流していて、あまり細かいものだと発生するときにダマがすごい残って発生しにくいので、少し粗めのものがおすすめです。ここで大きなダマを潰して、より滑らかな状態にしていきます。もしご家庭に、ブレンダーなどあれば材料を全部入れて一気に混ぜて作ることもできます。ではこのパセしたアパレイをこの15センチの型に流していきます。この肩の隙間に生地が入らないように気をつけて入れてもらえれば大丈夫です。でここのちょっと大きく開いた空洞のところは引っ張って空洞をちょっと優しめにしてあげてください。さあこちらでオーブンを入れていきます。はい、ではオーブンに入れていきます。15分後、楽しみですね。今、5分経過しました。少し焼き色がついてきましたね。はい、10分経過しました。さっきよりも焼き色がついてますね。ご家庭のオーブンでもここで焼き色が弱ければもうちょっと強く火加減を調整してもらえればいいかと思います。ではあと残り5分お楽しみに。15分経ちました。それではちょっと揺らしてみます。このぐらいですね、出来上がり。もっと焼き色を濃くしたいときはグラニュー糖ではなく上白糖に変えれば焼き色がつきやすくなります。粗熱が取れたら冷凍庫に入れて一晩冷やしてください。1日経ちました。こちら常温で1時間解凍したものです。では今から切っていきます。バーナーで温めた包丁で上からゆっくり優しく切っていきます。ご家庭だと温かいお湯か、ガスコンロに包丁を当てて温かくして切ってください。切ったものをお皿にのせ、お好みで生クリームなどをつけてお召し上がりください。皆さんいかがでしたか？今回お家で作りやすいようにレシピをアレンジしています。ご家庭でもぜひ作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またぜひお店にいらしてください。